さんこんにちは、サークル D チャンネルの土井です。今日は、コラボということでやらせていただきたいと思います。このお二人とダブルスを戦うことになりましたので、じゃあどうぞ。じゃあ自己紹介をお願いします。スーツテニスチャンネルのキウです。ケイです。よろしくお願いします。じゃあミックスダブルスなので僕のペアもまあ必要ということですよね。はい、じゃあ私のちょっと強力な助っ人をお呼びしたいと思います。どうぞ。イエーイじゃあ自己紹介をお願いします。はい、長谷川です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。なので、サークル D チャンネルと、夫婦テニスチャンネルさんとハセリチャンネル、あ、そうそうそう細々ってやっておりますので、あのそちらの方も見ていただけると大変嬉しいです。はい、はい、コラボということで、はいはい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。意気込みということで、まあ、前回負けてますからね。我々そう、負けちゃってますからね。あのフェローズのプレミアムカップ決勝で負けてます。で、準優勝、シルバーコレクターの我々としてはちょっとこれはリベンジということで、リベンジ頑張ります。やっていきたいですね。はい、まあ、前回と違ってちょっとインドアでやってましたけど、今回外で風もちょっとあるんで、風を考えながらちょっと手堅く頑張りたいと思います。できるかな。頑張ります。意気込み。いや、前回負けてるんでリベンジさせていただきたいと思います。ね、なんかね、しょっぽい試合を私のせいで、私のせいでしょっぽいプレーだったので、ちょっと、いや、頑張りたいと思います。じゃあ頑張りましょう。はい、精一杯。はい。お願いします。お願いします。で、まあ、使用球は、まあ、X1 ですね。まあ、当たり前ですね。テクニファイバーの X1。試合でも使われていますので、こちらを使用したいと思います。はい。はい、お願いします。お願いします。はい、強い対戦相手なので、まあ、自分たちのテニスができるように頑張りたいと思います。はい、勝つぞー。勝つぞどうですか。バクバクです。心臓がドキドキのバクバクの、あーって出そうです。心臓いっぱい出てるよ。ガラに頑張ります。
どうですか？なんか悪くはないです。全然悪くはない、はい、すごくいい感じだと思います。どんな進捗ですか？まあ、悪くないから、ね、このまま落ち着いてそういうとこ取っていければいいと思います。はい、簡単にミスだけしないようにやっていけばちょっとおのずと流れは出るかなと思います。ありがとうございます。よいしょ。
壊れてストレートって感じがするな。今4-3 4-3です。このまま頑張ります。気を抜かずに頑張ります。でも、なんとかね、取れたんで。次、今5-4だから、俺がサーブを頑張れば。私が前で変なことをしなければ。そうはい。謙虚だぜ。
か。お願いします。そしてちょっと決めきれなかったり、結構崩してるのに、まあ、攻めきれずちょっとミスっちゃってるんで、最後までしっかり攻めきっていきたいと思います。はい。どうですか？設定しまってます。まあでも想定範囲内です。相手も強いから、うん、ここ頑張ります。ファーストね、うん、手堅くいきます。頑張ります。よし。Thank you.